モリッシー・スティーブン・パトリック・モリッシー、1959年5月22日体は、イングランド・マンチェスター出身のシンガーソングライター、詩人である。1980年代は、ザ・スミスのボーカリスト、詩人として活動する。マーガレット・サッチャー政権下で不況にあえぐ若者たちに、絶大なる人気を博した。バンド解散後は、ソロ活動を続けている。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第92位。九種の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第30位。モリッシーはザ・スミス解体後魔を置かずソロでの制作を開始した。バンドの解散からわずか半年後にスミスのアルバムストレンジウェイズ・ヒア・ウィカムのプロデューサースティーブン・ストリートとザ・ドゥルティコラムのギタリストで 同じマンチェスター出身のビニ・ライリーと共にアルバムビバ・ヘイトをリリース。ゾを万歳というタイトルはザ・スミス・マッキの状況に言及したものである。このアルバムはチャート1位を獲得した。日付は英国での発売日を示す。A とはイギリスの UK アルバムスチャートの B はアメリカのビルボード200の日はオリコンアルバムチャートにおけるチャートの最高位を示す。 ゴールド当認定については、イギリスの BBI における記録である。モリッシーは、その知名度に他ミュージシャンへの批評で知られる。欧兵なセックスピストルズは、超失敗連れの音楽と、過労死的聞き取れる歌詞にもかかわらず、ライブを見に来た、わずかな客を、会場の通路で踊らせた。僕は彼らが成功するのを見たい。成功すれば、彼らもあの、 ベッドから抜け出したような小汚たない衣装を買い替えることができるのではないだろうかザキュアーはクソという言葉の新たな代名詞でロバート・スミスについて文句ばかり言うやつと非難した。ジョイ・ディビジョンはそこまで意識してたバンドってわけでもなかったんだけど今は彼らの良さがわかるよ VH1 の視聴者投票で U2 の1が2位のスミスのハウス・ウィズ・ナウを破って 英国最高の歌詞に選ばれたことについて、マンチェスターで行われたコンサートで、新聞によると、ソングライターとしての才能は僕より、ボノが上だとさ。まあ、彼はすごいのかもな。でも誰が本気でそう思ってるんだろう。と辛辣に言い放っている。彼らの洗練されたナンセンスは、彼らがどれほど浮かれて想像力に欠けているかを強調する。 ことに成功している。彼は常に全力で自分の私的な生活について話してくる。誰も興味を持っていないのに、どこかに行ってしまえばいいと思う。エルトン・ジョンの生首を僕に献上してくれ。これは唯一、非ミート・イズ・マーダー的行為だ。もし彼の首が皿に乗って強されればね、マドンナは全てを馬鹿げた、不快なものにする力がある。どうしようもないほどに女らしい。 マドンナは他の何よりも管理売春に近い存在だ。彼らは俺にはとっても退屈なんだ。ノエルに神のご加護を。あいつはボブズフルハウスにいつでも出れそうだけどもう少し反抗や怒りのある何かを彼には求めているよ。現在祭はほぼ絶滅しそうだが、これは地球温暖化や生息地の縮小のせいじゃない。ビヨンセのハンドバッグが原因だ。ザラモーンズは 意義や重要性が皆無であり、何も言うことはないし、さっと綺麗に忘れ去られるべきだ。驚きはしないが、本当に、ケイトブッシュのことが良いと思うのか。俺が彼女について最も良いと思うところと言ったら、我慢できないところだ。あの声、あんなのはゴミだ。坊やもいずれわかるだろう。エアロスミスは、ストーンズを年金暮らしにさせるインパクトと不要。 超えるまでバンドが続くための濃いメイクが特徴だが、アメリカのダンスシーンのバンドの一つに過ぎない。彼らの音楽は、ごちゃごちゃした混乱の類で、ボーカルのスティーブン・テイラーは、マイクで歯を磨こうとしているようにしか聞こえない。プリンスは、長年のヴィーガンであり、畜察上の全敗を強く訴えてきた提唱者だ。エリザベス2世より、ずっと、ずっとオーケらしく気高い存在であり、彼女より、 はるかに哀悼されるだろう。サウスバイサウスウエストでアークティックモンキーズについて語ったことが NME やザタイムズで手厳しく報道されたのは遺憾だ。僕はアークティックモンキーズをとても気に入ってるし、あの発言は親切心から懸念を口にしただけなんだ。なんであれ、彼らの成功を突然すぎるとか、何の下積みもないってことを僕が言うのは間違ってた。 スミスにも全く同じことが起こったんだからね。僕が言うべきことじゃない。ルーリードの死に対する悲しみを表す言葉はない。彼は僕の生涯ずっとそこにいたんだ。彼はこれからも僕の心に迫り続けるだろう。彼が歯も磨かずに普段着のままステージに上がる姿はかっこいいと思う。僕には絶対そんなことできないからね。マイケルの声はとても田舎じみたジョン・デンバーのようだ。 実際彼の本名は、ジョンだった1991年1995年2002年2012年、モリッシージャパンツアー2012。ありがとうございます。